E-MAXIS SLIM シリーズが信託報酬を引き下げます。節約マスクののお金の話こんにちは、かおるです。E-MAXIS SLIM シリーズのうちの8ファンドが、2023年5月11日から信託報酬を引き下げることを発表しました。これは、タワラノーロードシリーズが信託報酬を引き下げることを発表した6日後の発表なので、完全に狙い撃ちの対抗値下げです。 スリムシリーズの真骨頂ですね。内容を見ていきましょう。信託報酬率の引き下げを実施します。他社類似ファンドの情報をもとに業界最低水準の運用コストを目指しますということです。業界最低水準の運用コストを目指すというのがどういう意味かというと、ファンドの継続性に配慮した範囲で信託報酬率を引き下げることを基本としますが、 新託報酬率が業界最低水準となることを保証等するものではありませんということです。スリムシリーズは昔に比べると対抗値下げに対して慎重になっているイメージもありますし、必ず最安値にしてくれるわけではない点は注意が必要です。具体的な数字を見ていきましょう。長期インデックス投資をする上で私が以前からお勧めしている全世界株式と先進国株式が今回の引き下げの対象になっています。 全世界株式通称オルカンは0.1040%以内だった信託報酬が0.1030%以内に引き下げ先進国株式は0.0930%以内だった信託報酬が0.08990%以内に引き下げですでは全く同じベンチマークを持つライバルの俵ノーロードの全世界株式と先進国株式はどうなんでしょうか先日発表された信託報酬の引き下げ表を見てみましょう タワラノーロード全世界株式は0.103%タワラノーロード先進国株式は0.0899%でスリムシリーズは完全に合わせに来ていることがわかりますそしてこの発表より前の3月14日にタワラノーロードシリーズを運用するアセットマネジメント版は有価証券届出書を提出していました それが S&P500 に連動するタワラノーロード S&P500 で、こちらも同じ指数をベンチマークとする投資信託の中では、信託報酬最安値で設定されます。ただ、コミュニティ欄で投稿したんですけど、S&P500 についてはスリムシリーズが翌日の3月15日に同額まで対抗値下げをすることを発表しました。こういう競争が起こるのは投資家にとっては大歓迎ですね。 この前、ナスダック0に連動する投資インを日生が設定した時の動画でもお話ししたんですけど、2024年から始まる新 NISA に向けて各社に動きが出てきています。ぶっちゃけ新 NISA は運用会社にとっては潜在一遇のチャンスなんですよね。私もそうですけど、この機会に投資先を見直そうと考えている人も多いと思います。なぜなら、新 NISA は今までの一般 NISA とか積み立て NISA とは別枠で管理されるからです。 他の商品に乗り換えたくない理由の一つは、なんとなく商品が増えると気持ち悪いっていうのがあると思うんですけど、どうせ別の枠で管理されるなら商品を乗り換えようと考える人も多いと思います。そして、今まで特定口座で保有していた投資信宅を売却して、新 NISA で新たに投資し直す需要も間違いなくあるはずです。年間360万円の上限を使い切れない人は、 基本的には特定口座の商品は売却して新 NISA で買い直した方がお得になるケースがほとんどなので、ここで新た講師が安いファンドに乗り換える人を顧客にできればかなりの流入が見込めます。そして何よりも、年間360万円という新入 i の素晴らしい制度設計により、今までよりも投資額を増やす人が増えたり、投資していなかった人たちが投資をするようになります。 近年のインデックス投資ブームもあって凄まじい勢いで投資信託へ流入してくることが運用会社としては期待できるわけですなので今回の俵とスリムの戦争で終わるわけではなくておそらく他の会社も新しい商品とか信託報酬の引き下げとかいろいろ検討しているはずです個人的には SBI アセットマネジメントがもうちょっと面白い商品とかバンバン出してくれることを期待しているんですけど これからも新しい情報があった時はお知らせしたいと思います。ちょっと話はそれましたけど、5月11日以降は、タワラノーロードシリーズと Emaxis Slim シリーズが同額で最安値になります。ただ、この2つは細かい点でコスト面での差があるので、今日はそれについてお話ししていきます。Emaxis Slim シリーズの強みは、純資産総額に応じた段階量率が設定されていることです。 こちら赤枠で囲っているのは信託報酬引き下げ後のオルカンの信託報酬なんですけど、純資産額が増えるほど信託報酬がちょびっと安くなっているのが確認できますね。5000億円未満の部分は0.1030%。5000億円以上1兆円未満の部分は0.1029%。1兆円以上の部分は0.1028%です。たくさん売れている、成長している商品ほど安くなるんですね。 最初に見せたこの画像の実質的な信託報酬率というのは、安くなった部分を加味した現時点での信託報酬です。オルカンはめちゃめちゃ人気があって、純資産総額が9233億円もあるので、第2段階の信託報酬が適用されている部分が発生しています。5000億円未満の部分に関しては、俵全世界と同じ0.1030%なんですけど、 5000億円以上1兆円未満の部分は0.1029%になっているということです。それで実質的な信託報酬は0.10295%になって、たわ全世界株よりも安くなります。例えばスリム先進国株も同じように、純資産総額に応じた段階料率が設定されていますけど、まだ純資産総額が第2段階に入る5000億円に到達していないので、 実質的な信託報酬は、タワラ先進国株と同じ0.8990%にとどまっています。ただ、今後、純資産総額が増えるにつれて、段階両率のないタワラ先進国株より、実質的な信託報酬が安くなることが予想されます。一方で、タワラノーロードシリーズの強みは、信託報酬における販売会社の取り分が多いことです。信託報酬は、 販売会社と委託会社と受託会社で分けることになります。販売会社というのは楽天証券とか SBI 証券みたいな投資家が投資信託を購入するための窓口になる会社です。委託会社というのはこの株を売ってこの株を売るみたいに実際に運用をする会社です。タワラノーロードシリーズでいうとアセットマネジメントワン。e m a x s t r e m シリーズでいうと三菱 UFJ 国際投資にあたります。受託会社というのは 財産の保管とか管理をする会社です。いや、販売会社の取り分が多くても投資家には関係ないじゃないかと思うかもしれませんけど、SBI 証券の投資マイレージの付与率が変わってきます。投資マイレージというのは、SBI 証券がやっている投資信託の保有でポイントがもらえるサービスの名称で、低コストファンドに関しては販売会社の取り分で決まっています。 タワラノーロードの全世界株も先進国株も、現在の投信マイレージの付与率は、販売会社報酬と同率の0.05%です。投信マイレージの基本的な還元率は0.1%なんですけど、タワラシリーズのような低コストファンドは、SBI 証券に入る取り分が0.1%より少なくなっているケースがあるので、個別で販売会社報酬を超えない範囲でポイント付与率が設定されています。 今回、タワラノーロードの全世界株式とか先進国株式は、信託報酬を引き下げますけど、SBI 証券に入る取り分である販売会社報酬は0.05%で変わらないので、おそらく投信マイレージの付与率も0.05%のままだと予想されます。一方のスリムシリーズの投信マイレージの付与率は、現在は販売会社の取り分と同じ0.042%。 引き下げ後は販売会社の取り分が0.0415%に下がるので、投資マイレージのポイント付与率も0.0415%に下がることが予想されます。全世界株式を例に、もらえるポイント分を新託報酬から差し引いて考えると、タワラ全世界株は0.053%、オルカンは仮に第3段階の一番安い新託報酬で計算しても0.0613%なので、タワラ全世界株の方がお得になります。 ポイント付与率はまだ確定しているわけではありませんけど、これまでの傾向を見る限りこうなる可能性は高いはずです。もちろん、信託報酬と違って、ポイント制度はすぐになくなってしまう可能性もあるので、対等に見ていいものではありませんけど、計算上は俵の方がお得になります。で、結局どっちを買えばいいのさと思うかもしれませんけど、結論は別にどっちでもいいと思います。 この動画で話したのは、投資信託マニアとかじゃなければ気にしなくてもいいような細かい話です。隠れコストとかで簡単にひっくり返るくらいの差しかないですし、ここまでミクロな差なら、大谷翔平くんくらいの収入がない限り、そこまで大きな違いは生まれないでしょう。もし、大谷翔平くんよりも稼いでいて悩んでいる人がいたら、私に Twitter の DM で相談してください。ということで、 これからも低コストで有料な投資信託にコツコツ投資を続けていきましょう。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。